ワンコさんやニャンコさんはどうして言葉を使わないのに私たちと心を通わせることができるのでしょうか。私たちはここから何が学べますか。ぜひ考えながらご覧ください。こんにちは。素敵な生き方みなチャンネルのみなです。このチャンネルでは素敵な生き方に関心のある方々に向けて、お金に困らないで心豊かに、そして健康に生きていくためのヒントになる情報を発信しています。ご覧いただき、いいなぁと感じていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんに見ていただいて大変励みになっています。ありがとうございます。この動画をアップしたのは2023年4月7日です。新年度が始まり、多くの方が期待と不安に胸を膨らませていらっしゃることと思います。新しい職場、学校、部署、クラスでまず心配になること、気になることは人間関係のことではないでしょうか。この時期はお若い方であるなら友達できるかな、またすでに社会人を何年も経験なさった方でも、新しく接する人とちゃんと協力して仕事に取り組めるだろうかと不安に感じるものですよね。残念ながら私たちは全ての人と同じ価値観を共有しているわけではありませんから、同じ職場や学校で友達100人作ることは難しいでしょうし、苦手な人やどうやっても分かり合えない人がいるということも仕方のないことかもしれませんね。とはいえ、そんな中にあってもいつでも周りから協力を取り付けたり、その人の周りにはいつも人の輪ができてるなーって感じる人いませんか？もし可能であれば、私たちもそんな人の一人になりたいと思いませんか？そこで今回は他の人から理解される方法についてお話ししてみたいと思います。世の中敵ばかりと思っていらっしゃる方、自分は孤立無援だと感じていらっしゃる方、またそこまで極端ではなくても人とコミュニケーションを取るのが苦手という方は、この動画を見ることで、なるほど、自分が思っていただけで案外他の人も自分と同じように苦手意識を持っているだけで、本質的には人って優しいものなんだなぁという気持ちになっていただけると思います。そうなれば、今日の自分より少しでも他の人と仲良くする勇気が出てくるかもしれません。今日もぜひ最後までご覧ください。ところで、あなたは犬派ですか、猫派ですか？ワンコもニャンコもとっても可愛いですよね。話しかけると寄ってきて、撫でると心地よさそうな表情や仕草を見せてくれる子もいます。不思議なものですが、ワンコもニャンコも犬が好き、猫が好きという人のことがわかるような気がしませんか？言葉が通じるわけでもないのに、心は通じているように感じることってありますよね。動物たちはどうやって自分たちのことを好きな人間、嫌いな人間というのを見分けているのでしょうか。もちろん正確なところは誰にもわからないのですが、動物の専門家たちは、彼らワンコやニャンコは人間の仕草や表情から自分たちに危害を加える存在ではないことや、好意を持っていることを見抜くのではないかと考える人が多いようです。
私たちがワンちゃんかわいい、にゃんこさんかわいいと感じていれば、それは自然に私たちの表情や仕草、また声色に現れます。ワンコやにゃんこが怖いと思って緊張していれば、それは当然彼らにも伝わり、彼らの方も緊張してしまったり逃げたくなったりもするでしょう。動物たちでさえそうなんです。私たちも同じではないでしょうか。笑顔で挨拶してくれる人、いつもニコニコしている人からは当然敵意は感じませんし、こちらも自然と笑顔になってしまうものです。人は自分を映す鏡とはよく言ったものです。あなたがあの人と話すの苦手だなぁと感じているならば、もしかすると相手の方もあなたのことを同じように感じているのかもしれません。このことを覚えておけば、初対面の人と上手にコミュニケーションが取れなかったとしても、今日は相手も緊張していたのかもしれないな、私も緊張していたし、次に会った時には今日よりも笑顔で接するように心がけようと考え、そうすることができるかもしれませんね。人は自分を映す鏡、この言葉ぜひ覚えておいてくださいね。さて、私たちには仕草で相手の気持ちを読み取ったり気遣ったりする以上に、動物たちが持っていない強力なコミュニケーションツールを持っています。それは言葉です。仕草や表情では伝わらないことを、今度は言葉を使って表現してみましょう。当然のことですが、空気感だけでは私たちは自分の考えや気持ちを相手に伝えることはできません。考えや気持ちは言葉に表して初めて相手に伝わるものです。ではどんなふうに言葉を使うとよいでしょうか。まずは会話の準備から始めましょう。いやいや、普通会話ってその時その時の流れでするものだし、質問だって急に飛んでくるのだから、むしろ準備しておく方が難しいんじゃないの？という声が聞こえてきそうですね。もちろんその通りです。ですが、これからお伝えする2つのことは日頃から準備できることですから、ぜひやってみてくださいね。まずその一つは、自分が何を大切にしているか、どんなことを大事だと感じているか、そうした気持ちをいつも自分の中で意識して整理しておくということです。一本筋が通っている人はかっこいいですし、信頼に足る人ではありませんか。日頃から自分の気持ちと向き合って自分の気持ちを整理しておけば、どんな人とどんな会話をしたとしてもブレないで一貫した考え方で他の人と接することができるでしょう。そして準備のもう一つは、とっさの質問に対してはすぐに答えるのではなく、ワンテンポ落ち着く時間をとってから話し始めることを心がける。つまり会話の中で話し始めるための準備する時間をとるということです。せいてはことを仕損じるとはよく言われることです。会話の流れに任せて話してしまうと、その会話に飲み込まれて、時には心にもない攻撃的な言葉を相手の方に投げつけてしまって、後から「ああ、あんなこと言うんじゃなかったな」ということはよくあることです。そんなことにならないように、会話をしている時には落ち着いて話をするように心がけましょう。自分が何かを話そうとする時には相手に伝わりやすいように具体的な例を持ち出すのもいいことです。例えば初対面の人に自己紹介をする際には、自分の失敗談なども織り交ぜながら話を進めれば、相手も「あ、
この人にもそういう失敗があったんだなぁと、私たちのことを身近に感じてくれるかもしれません。相手のことを聞くときにも、同様に気持ちを聞くことができるような質問を織り交ぜるといいかもしれません。皆さんも 5WHH をご存知だと思います。Who、誰が、What、何が、When、いつ、Where、どこの4つの質問は、相手の方から事実を引き出すことはできますが、この質問ばかりしていると、相手の方は、なんかこの人、私を尋問でもしてるの?という気持ちになってしまうかもしれません。それに対して、Why? なぜ? How? どのように?の質問を上手に織り交ぜて使えば、相手の方は気持ちよく自分のことを教えてくれるかもしれません。例えば、昨日は何してたの?という質問に対して、相手の方は、山登りに行ってきたんだと答えたとしましょう。あなたは山登りの知識がなくて、そうだったんだねと答えるだけでは会話は弾みませんし、相手の方も次回以降あなたに話すのがあまり楽しくなくなってしまうかもしれません。もしあなたが山登りの知識がなくても、そうだったんですね、私は山には登らないんですが、今の時期は緑が綺麗で爽やかだったでしょう。写真とか撮られましたか?とつなげたり、私はこのところ太ってしまって運動しなきゃって思ってたんですけど、〇〇さんはすごいですね。どうして山登りを始められたんですか?などと、相手の方との共通の話題で盛り上がれそうなところに、少しだけ話を導いたり、相手を褒めながら知らないところを教えてもらったりすれば、お相手の方も気持ちよくお話ししてくださり、徐々にあなたとの距離を縮めてくれるきっかけになるかもしれません。準備もできて、具体的に話す心構えができたら、あとは自分の気持ちを素直に表現することを心がけましょう。飾らない素直な言葉を使ってくれる人を、あなたも心地よい人だと感じませんか?あなたがいろいろなテクニックを理解して、それを使ったとしても、あなたが心から欲しいと感じている理解者になってくれる人、味方になってくれる人は、そんな小手先のことで自分についてきてくれる人ではなくて、自分のことを心から信頼してくれる方であってほしいと思われませんか?そのためには、どうしても、まずはあなたの方から心を開く必要があります。先ほどもお伝えした通り、人は自分を映す鏡なのです。あなたが心を開かなければ、相手も心を開いてはくれません。ぜひ、素直な気持ちを表現するように心がけて、あなたを理解してくれる人、味方になってくれる人を見つけてくださいね。ということで、今日は他の人から理解される方法をお話ししました。誰かに理解されるには、まずは自分から相手の方に敵意がないことを示し、その上で相手の方に関心を示して、自分を素直に表現することが必要です。世の中敵ばかり、自分は孤立無援と感じていらっしゃる方は、もしかすると周りの方にも同じように感じさせてしまっているかもしれません。今回の動画の中で何回もお伝えした、人は自分を映す鏡であることをよく覚えておいてくださいね。仕草と表情と言葉を丁寧に使えば、必ずあなたを真に理解してくれる理解者は必ず現れます。100人の友達は無理でも、あなたのことを本当に大切に思ってくれる味方、理解者、
親友が一人でもできれば、その方はあなたにとって何者にも勝る宝物になるに違いありません。今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。また次の動画まで、皆様お元気にお過ごしください。